送りしているバンディーズ What's Going On、今回はシンガーの大善寺文子さんです。よろしくお願いします。大善寺文子というまず名前がすごくインパクトがあると思うんですが、今日ね数なんですけどね、プロモーションビデオとか見てくださいね。このそっちもすっごいインパクトですよ、レディーガガかもうっていう感じのインパクトなんですが、まず名前からいきましょう、はい、大善寺文子、あの、はい、大善寺文子でございますという曲があるんですけども、うん、それの中で生まれた登場人物、ね、まあ、以前から思ってたんですが、うん、魂ってあって魂が先に宿ってそっちにこう人間が合わせていくみたいな、うん、そういうことってあるのかもしれない。そういうことかもしれない。ということは、うん、その大善寺さんもいて、まあ、本名があるんでしょうけど、うん、がいてはって、うん、で、まあ、言ったら作り上げたキャラクターの大善寺さんがいてる、うんうん、この二人はこう今そのいろいろ相談しながら大善寺文子そうですね、まだまだなんか作り上げられてない感じがしますね。じゃあ、うん、その今これすごくノーマルな、うん、リラックスできる、うん、ホッとする、女性がいらっしゃるわけですが、うん、ビデオで見る限り、うん、あっちに出てくる大善寺さんは、うん、どちらかというとサディストみたいな、うん、こう感じがするんですが、うん、どんな人ですか、その大善寺さん。どんな人、はい、そうですね、どんな人、あれは普段とは違うんですよね。いやでもそんなに大差ないですよ。あ、ほんまですか、うん、ほんならなんかこうちょっとこう男性に対してこう、うん、残酷な言葉を吐いたりとかそういうことは。そう、残酷だと思って近づいたらそうでもなかったっていうことはあるみたいですけど、うん、ツンデレっていう、ああその言葉いいですね、ツンデレで、はい、うん、で、まあ、大善寺さんなんですけど、もともと関西人でいらっしゃって、はい、今東京でやってるんですが、はい、いつから東京行ってるの。2007年なのでちょうど10年になります。10年ですか、うん、はい、どうですか東京でやってて。東京は、うん、まあ、毎日刺激があって楽しいですね、うん、いろんな人に出会うし、うん、はい、いろんなこと言われますし、はい、いろんなこと感じながら、はい、まだまだやなって、まだまだやな、まあ、でも謙虚ですよ、謙虚に行かないと。もでも大善寺文子のステージ上のキャラクター謙虚ではないですよね。ああ、そうですね、なんかまあステージに乗るとね、誰でもね、はい、パンとこう変わる瞬間が、やっぱステージって高いですからね、上になりますからね、はい、上から見ますからね、はい、じゃあまあ何を言うたらいいのか分からんようになってきたんですけども、もう一個ね聞いておきたいのが、大善寺さん、まあ、10年東京でいらっしゃって、はい、まあ苦労しはりましたね。苦労しはあ、そんな風に書いてますか。いや、オフで聞いた話で苦労が見える。いや、それは危ないですね。それやばいな。いやでもね、まあ、それだけ人に優しくなれるし、ね、優しい方じゃないですか。嬉しいです。喋っててね、で僕いや本当やな、ほっとこう甘えて寝たいなっていうような。なんか服似てませんちょっと。いや似てる、いや僕ね。髪型も一緒やし。初めて会ったように思えないんですよ。ですよね。いや本当に、なんかね親戚かなとか。もうどんどんいろんなことね聞き出してこういろいろ吐き出してますね。はい、でまあ話もたらかしになってるんですけど、うん、最初は、うん、そのまあプロダクションに入って、うん、まあいろんなキャラクター与えられて、あそれになって。うんそんな悲劇じゃないですけどそんな話してないじゃないですか。これあれそれなってで路上でそれにやってそんな悲しい話じゃないんですよ。でも泣けてきたそんな悲劇のヒロインに仕立ててくれるんですか。いや、涙出てきた。なんでですかやっぱりできませんのその話は親父にはいや、その時はいや楽しんでやってたし、マッチ売りの少女みたいな信じかってくださいそう、ね、そう台風の日と雪の被害をやってましたね。お前涙出た。もう CD ブワーって全部飛んできてこうやってアンプビューって抜かれたりしてね、アンプ抜かれて
でそう酔っ払いの人にもこうちょっと絡まれたりするじゃないですか、はい、でね、雪の夜もある、雪、うん、雪マッチを吸ったらお母さんでもね、あの雨の日は傘をさして歌ってたりでもね、いや自分よりアンプが大切やって、アンプに傘さして自分雨ざらしでやってましたね。どんなキャラクターやってたかはまあここでは話しませんもう十分話してますけどそんな大勢に文化、うん、これからどうなって、ほんま泣いてますわ悲しくないですからね、別に僕が一人で悲しがって楽しいハッピーストーリーですよ。いやそうですか、うん、いやほんまになんか苦労してあったんですよ。メッセージお願いします。そうですね、はい、大善寺文子、はい、なんか楽しいことができたらなと思っていて、はいね、ライブっていうのは本当に皆さんと出会える場所なので、それが一番私は大好きで、はい、なのでお会いできた時にはぜひお友達になってください。今は路上にはやってないですね、うん、今はそうですね、ライブ会場だったり、はい、でも路上でもし見かけたら、うん、温かい声かけてくださいね大善寺文子さんでした、ありがとうございました。